カクカクカク、フル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 、どうしよう。話があるから一人で屋上に来いだなんて、私一体何をやらかしちゃったんだろう。メブとかミロクさんになら心当たりはたくさんあるけど、まさかあの二人から呼び出されるなんて。生きて帰れなかったらどうしよう。ああメブ助けて。スズメどうしたんだ。助けてって何かあったの。夏目さん、ミトさん、いえいえ、なんでもございません。スズメは今日も元気でちゅん。それで本日は私のどのような不祥事にお詫びをすればよろしいのでしょうか。お詫び？何のことだ。わざわざ私一人を呼び出したなんて、二人で私に焼き入れようとか、そういう展開なんですよね。そんな感じなんだ、加賀城さんの中の私たちのイメージ。安心しろ、私が焼きを入れるのはホタテやサザエだけだ。醤油を少し垂らすとうまい。ああ、話がどんどん見えなくなってきたけど、私一体なんで呼び出されたの？実は話したいことっていうのは、私たちの誕生日会のことなんだ。なんだ、そういうことだったのか。そういえば、二人も私と同じ7月生まれなんだよね。誕生日って言ったら、みんながいろいろ考えてお祝いしてくれるんだよね。みんな何してくれるんだろう。勇者様たちにわざわざお祝いさせるなんて、なんだか申し訳ないな。よかった。加賀城さんも私たちと同じ気持ちなら、話は早そうだね。え？実は私たちも、みんなに祝ってもらえるのは嬉しいけど、主役として目立つのは恥ずかしいと思ってたんだ。それに、わざわざ手間や時間を割かせるのも申し訳ない。だから1月に高島さんと秋原さんがやったようなことができたらいいねって2人で話してて。1月の誕生日会って、確か高島さんとせっかさんが逆にみんなをもてなしたっていう。スズメも同じ気持ちならば、みんなで協力し合える。うん、お祝いされたい方だったらどうしようってドキドキしてたけど、同じ気持ちで嬉しいよ。私は祝ってもらうの大歓迎だったんだけど、けど二人がその気になってるし、私には拒否権なんてない空気だね。うん、間違いない。いやー、やっぱり同じ月に生まれた者同士気が合いますな。私もお祝いされるよりお祝いしたい派だったんで、ちょうどよかったよ。それじゃあ早速、どんなことをするかの話し合いを始めようか。いや、ちょっと待て。夏目さん、もしかして私の本当の気持ちを悟ってくれたの？まずはみんなに、誕生日の準備はしなくていいと言いに行くべきだろう。ですよね。今日もミーティング始めるわよ。いない人手を挙げて。はいはいはーい。歌の、そんなに存在感出しながらいないふりなんて通用しないわよ。違います、兄ちゃんがいないんです。どこに行ったのかしら。静かだと思ったら、スズメも来てないわね。あと小羽倉も。3人ともどうしたんでしょうか。遅れてすみません。今年は私たちで誕生日会の準備をする。みんなは普通に過ごしてくれ。いきなり本題。けどまあそういうことなんで。私たち準備があるから、これで。ほっかー。何よ今のは。突然すぎてびっくりしたわ。大変です、歌野さんが。ノーフューチャー、ノーホープ、ノームは誕生日泥棒。農業王が大地に膝をついている。ミト先輩のお祝いをするのはずっと楽しみにしていましたからね。ハッピーバースデーみーちゃんのはずが、ノーハッピーバースデーみーちゃんでフィニッシュに。白鳥が危険な状態。せっちゃん、これってきっと私たちの影響だよね。
なんだか良くないことしちゃったのかも。どうしよう、歌乃ちゃんごめんね、私たちのせいで。ノープロブレムよ、ノーミーちゃん、ノー農業。どっからどう見ても問題ありまくりでしょう。とにかくミトたちを説得しに行きましょう。待ちなさいカリン、3人がそう決めたなら尊重すべきなんじゃないの。そういえば夏目さんもミトさんも去年からずっと中心に立つのは苦手って言ってたもんね。芽吹先輩どうしたんですか。スズメもお祝いをされたくないって言ってたけど、あれは本当にあの子の意思なのかしら。宣言も無事できたし、次はどんなことをするかを考える番ですね。せっかくみんなをもてなすならば盛大にやりたいものだけど、3人だと大掛かりなことをやるのは大変そうだよね。そういえば秋原さんと高島さんが作ってくれたケーキすごく美味しかったですよね。ああ、あれはとても美味しかった。海産物も入っていないのに。いや普通入ってないでしょうに。けど確かに2人でもあれだけのことができるってことは私たちにもできるかも。そうだな。じゃあ私たちも2人に負けないくらい美味しいケーキを作ってみんなに振る舞うのはどうでしょう。賛成だ。まずはどんなケーキを作るかを決めなきゃね。図書室でケーキ作りの本いっぱい借りてきたけど。うわー、どれも美味しそう。いちごのもいいけど、チョコケーキもいいな。種類が多すぎて決められない。なら、とりあえずスポンジを焼きながら考えてみるのはどうでしょう。そうだね、勇者部の全員に振る舞うにはいっぱい焼かなきゃいけないし。ああ、大量に焼いて巨大なケーキを作ってみせよう。加賀城さん、泡立て上手なんだね。ケーキ作りは先月メブとフーさんのお祝いの時にやったからね。ふん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 。この作業慣れてくると案外楽しいんだよね。スズメ、手元を見ずに行うのは危険だ。大丈夫大丈夫、こんなの余裕のよっちゃんですよ。あ、やってしまったか。いや、これ私じゃなくて。ごめんなさい。生地を型に入れようとしてたら信託が来て驚いちゃって。大丈夫、怪我してない。私は平気けど、どうしよう、せっかく作った生地が。本当にごめんなさい。顔を上げろ、生地はまた作り直せばいい。それよりミトに怪我がなくてよかった。うん、それが一番だよね。ミトさん、それで新宅って。バーテックスがまた現れたって。うまぁ、こんな時に来るなんて。生地は私が自分でやり直すから、二人とも戦闘態勢に入ってください。ああ、片付けは戻ってきたら手伝う。焦らず待っていてくれ。スズメ、行くぞ。助けて作り直さなきゃ。ミト先輩、どうしてお一人で床のお掃除をされてるんですか。何かあったのですか。小羽倉さんと加賀城さんと3人でケーキの生地を作ってたんですけど、急な新宅に驚いてボールごと落としてダメにしちゃって、小羽倉さんと加賀城さんが戦っている間に作り直さなくちゃいけないんです。卵はまだあるし、小麦粉も。重たい。あの、もしよろしければ私もお手伝いさせてもらえないでしょうか。はい、私も仲間に入れてください。そんな、大丈夫です。
私がうっかりしてたのが悪いので。でも、一人で一から作るのは大変ではないですか？でも、三人でみんなをもてなすためにやってることですから。それではせめて、お二人が戻ってくるまで生地作りだけでもお手伝いさせてください。そうですね。元の状態まで戻す分には問題ないですよ。ね？そこまで言ってくれるなら。ありがとうございます。二人ともすごく手際が良くて助かります。こちらこそありがとうございます。ん？なんで俺を？誰かのことを思ってケーキを作るのは楽しいです。私からもありがとうございます。しかして私たちみんなに悪いことしちゃったんじゃないかな。みんなの気持ちを考えずに一方的におもてなしをするって決めたけど。どうしたんだ、歌野。動きに全くキレがないか。ソーリー、夏目さん。みーちゃんをお祝いできないシンドロームがこんなに強烈とは。歌野。もしかして、私はみんなの私たちを祝いたいという思いを奪ってしまったのだろうか。ところで雀さん、先月の芽吹さんの誕生日の頃とは随分態度が違うようですけど、何かございましたの？私の誕生日は何をしてもらえるんだろうってあんなにワクワクされてましたのに。ぐっ、魅力さめ、夏目さんの前で何言ってくれてんのさ。何言ってるんだよ。いつも守ってもらってるみんなのために何かしたいと思っただけだよ。カガジョ、てめえ今嘘ついてんだろ。おべっかはいいから本心を言え。しずく様、ごめんなさい。けど私は嘘なんてついちゃおりません。その言葉も嘘だろ。これ以上俺に嘘ついたらどうなるか分かってんのか。すみません、本当のことを白状します。だから許して。本当はみんなに盛大に祝ってもらえるのを期待してすっごく楽しみにしてました。けど夏目さんと水戸さんが嫌だって言うからそっちに合わせなきゃと思って嘘ついてました。そうだったのか、スズメ、すまなかった。すみません、夏目さん。これは私めがいけないのでございます。スズメ。ミト、今帰った。コハグラさん、パガジョーさん、お帰りなさい。実は二人に相談したいことがあって。奇遇だな。私も三人で話し合いたいことがある。それってもしかしてさっき私が言っちゃったことへのお説教じゃ。どうしよう。もし絶対に嫌とかじゃなかったら、やっぱりみんなに誕生日を祝ってもらえませんか？え？驚いたな。私も同じことを言おうとしていた。本当ですか？スズメ、無理をさせてしまってすまなかった。私もようやく気がついた。誕生日会というのは祝われる側だけのためではなく、祝う側も楽しめる大切な行事だと。私たち知らない間にその楽しみを邪魔しちゃってたんですよね。夏目さん、ミトさん。もし全員が同意見なら、今からみんなに伝えに行かないか？うひょー、賛成賛成、大賛成です。お話は聞かせてもらいましたよ。皆さん、入ってきてください。ノーミーちゃんでフィニッシュです。うたの白鳥さん、藤森さんのお祝いができないショックで壊れてしまったのよ。うたの、ごめんね。私、うたのの気持ち全然わかってなかったよ。お誕生日、お祝いしてもらえたら嬉しいなって思うんだけど、今からでも間に合う？もちろんやるわ。オフコースよ。おお、一瞬にして歌のが復活した。
1年に1度の私の私によるみーちゃんのためのバースデーだもの。うたの、はあ、いつ見ても尊い光景です。しかし今から準備するとなると時間もあんまりないんだよな。でしたらそこにあるケーキをみんなで完成させるというのはいかがでしょう。賛成。材料もいっぱい揃ってるし、みんなですっごく大きなケーキ作っちゃおう。おお。皆さんで力を合わせたら一瞬で完成してしまいましたね。わー、何これ、すごすぎ。結婚式のケーキみたい。ああ、天井まで届きそうな高さ、圧巻だ。私たちだけじゃこんなに大きいケーキは作れなかったですよね。スズメ感激。みんなと一緒に作れて本当によかったよ。ケーキも無事完成しましたので、ここで私たちからお誕生日プレゼントです。プレゼント？何それ、聞いてない。予想通りのリアクション。あなたが楽しみにしていたサプライズよ。これが夢にまで見たサプライズ。それでそれで一体何がもらえるの？もらう前からこれだけ驚いてくれるとは予想以上ですわね。勇者部から3人へのプレゼントはこれよ。じゃじゃーん。何でも言うことを聞くけん。こんなの申し訳なさすぎて使えないです。そうだな、私もみんなを自分の都合で動かすのは抵抗がある。そうやっていつも自分より周りを優先してしまうみーちゃんと夏目さんにこそ使ってほしいのよ。これを使えばちょっとは遠慮しないでわがまま言えるっしょ。そう言われると確かにそうかも。皆さんお互いのことを本当によく理解し合っているんですね。すごいアイテム手に入れちゃった。この剣さえあれば戦わずに守ってもらえる。スズメがその剣を使うときは私の許可が必要だから。で、そんな後付けルールずるいよ。後付けではないわ。裏に使用方法として書いてあるでしょ。お、本当だ。クスノキ、加賀城のこと本当によく理解してる。なんだ。スズメ、先盛りなんだからいい加減戦わずに済むなんて考えないで。はいはい、ですよね。そうですよね。その剣がなくともスズメは私が守る、そう約束したでしょ。メーブー、夏目さんはこの剣何に使うつもりですか？そうだな、こうしてまたみんなと一緒に楽しく過ごしたい。夏目さんは欲がないですにゃ。みーちゃんは何に使うの？急には思い浮かばないよ。思いついたらいつでも言ってね。みーちゃんのお願いなら私が何でも叶えてあげるわ。さ、プレゼントも私用意たことだし、そろそろケーキを食べちゃいましょう。ではいただく。うん、大きさだけでなく味も見事だ。みんなが手伝ってくれたおかげですね。お祝いされるって